はい、どうも皆さん、こんにちは、エゼッこです。それでは今回なんですけども、Y モバイルの新料金プランを変更して1ヶ月使った結果はということで、今回は Y モバイルについてですね。この動画では僕が普段利用しているメイン回線の Y モバイルの新料金プランを実際に使ってからのことについてまとめました。今後ですね、Y モバイルを利用を検討されている方がいらっしゃれば、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで、これまでですね、ワイオ y m ルの新料金プランの解説と、そして新料金プランの変更方法ということで、2つの動画を出してますので、まだ見られてない方がいらっしゃいましたら、こちらをぜひですね、見た上で今からの動画を見ていただくと結構わかりやすいかなというふうに思います。 で、早速ですね、今回のお題でもある新料金プランに変更した結果ということで、結論から先にお伝えすると、ズバリ、安くなりましたということで、もうね、その通りだとは思うんですけども、まあ、ちょっとね、この部分について深掘りしていきたいと思います。で、念のため僕の通信環境のおさらいなんですけども、メイン回線、サブ回線、固定回線ということで、3つの通信環境を使っております。 で、メイン回線が今のお題でもある Y モバイル。そして、サブ回線として1年間無料で楽天モバイルを契約しております。で、固定回線、自宅の光回線がソフトバンク光を引いてるということですね。で、今回ですね、この新しい新料金プランについては、この動画でもお伝えをしてるんですけども、まあ、この Y モバイルの料金プランを見る限りは、まあ、ソフトバンクを光を引いてたりとか、もしくはソフトバンクエアですね。まあ、これを引いてる方であれば、まあ、結構ね、お得になるのかなというふうにも思います。 あと家族割りとかもあるんですけども、今回はそれは省いております。で、その料金プランはシンプル SML プランということになってまして、まあ、僕はね、このシンプル M のプランに新しい料金プランとして変更しております。で、その中のソフトバンク光を加入してる場合ということで、そしたら月額の料金が税抜きで1900円、税込みで2090円ということになります。で、その内訳としたら、ソフトバンクは光を引いてなかったりとか、ソフトバンクエアの加入をしてない場合に関しては、シンプル M プランであれば通常で 3278円の料金なんですけども、も今回はこのおうち割光セット と,というような割引があるので、この1900円が実現できるということになります。税込みで2900円ということですね。で、他にもですね、このシンプル M プランの場合に関しては、月間のデータ容量として15ギガバイト増えております。ちょっと前回が何ギガバイトだったか忘れちゃったんですけども、確かね、数ギガバイト増えてます。で、データ増量オプションにも加入してたらプラス3ギガバイトされるので、最大で18ギガバイトまで使うこともできます。まあ、正直ね、この15ギガバイトとか18ギガバイトでも、も使い方によって。 そんななに到達することはないとはい思うでですね、で、その料金がどれぐらい安くなってるのかですね、ま、証拠というよりかは、ま、確認画面があるんですけども、この m y y m o b i っていう自分のページですね、y イモバイルの。で、そのページからここに料金案内というところがあるので、ここをタップしてください。そしたらですね、3月ご利用分ということで確定分ということになってますね。でですね、この今右側の青で、 隠れてるところが僕の3月分の利用料金となります。税込みの金額としてじゃんということで2126円。 ということで確定されました。まあ、若干ね、新しい料金プランから少し料金が上がってるところではあるんですけども、まあ、それでもね、めちゃくちゃ安いのかなと思いますね。2226円って。で、一応ですね、比較するために先月分、2月分どれぐらい使ってるのか、まあ、先月というか一月前ですね。それがこちらなんですけども、3622円ということで、もうこの段階でわかりますよね。 安くなってるっていうのがで比較するために2月が3622円で3月が2126円ということでなんとですね1496円もお得になってるんですよねまあもちろんねこの2月使った分であったりとか3月使った分でまあオプションとか何かしらのものもあるかもしれないので月によって全然変動はあるんですけどもかなり安くなってるんじゃないかなという風に思いますでちょっとね3月分の利用分に戻りましてまあ、ちょっとした内訳が出てくるんですが今基本料金と通話料ユニバーサルサービス料と出 出てるんですがここの詳しい内訳を見るというところですねタップするとご覧のようなページが出てきますまず機種代金なんですが僕はね今 iPhone12 使ってるんですけどもこれはもう端末別で一括で購入しているので特にかかっていませんで今回のポイントここですね基本料としておうち割り光セット A1080 円でシンプル M プランで2980円ということでこのおうち割り光セットがあるために1080がマイナスされてるとで通話料としてシンプル M が20円そして通信差 サービス0570等が10円ということでちょっとね。この部分がどんな内訳なのか、ちょっと僕もよくわかんないんですけども。ちょっと ちょっとだけ電話したのかなとかこのあたりがそんなにあるようでないような感じなんですが一応ですねこの通話料に関して、まあ、どれぐらいの料金だったか振り返ると通話がワ YM バイルの場合30秒で22円そして SMS ショートメールとかのやり取りで1回に3.3円から33円かかるらしいんですよおそらくまあこのショートメールを使ったのが結構あったりしたので多分そこら辺あたりの料金がシンプル M の20円に入ってるのかなと思いますで0570はなんかこう問い合わせで 一回使ったか使ってないかっていうぐらいだったんで、なので通話料として30円がかかってるっていうことかなというふうに思います。間違ってたらすいません。ちなみにですね、10分以内の通話かけ放題をつけたい場合に関しては770円でつけることもできますし、無制限の通話かけ放題をしたい場合に関しては1870円でオプションとしてそれぞれつけることができますので、まあね、それを検討されている方は心配であればつけてみてもいいのかなというふうに思います。 まあ今回ね、僕はつけてなかったので、もしこの770円のオプションつけたとしても、おそらく損をしてる可能性があるので、むしろ今回に関してはつけなくてよかったかなというふうに思います。まあ、今後はね、ちょっとどうなるか分かんないんですけども、今のところはまだつけなくても良さそうかなというふうに思いますね。で、次にこの通信量ですね。7.05GB ということで、僕にしては結構これ使った方がかなと思います。僕が契約してるプランの、ここですね、シンプル M プランの方なんですけども、月間のデータ通信量量として 15GB あるので、

ま、これを見た感じだと、ま、半分も使ってないので、正直、M プランのだけで十分かなというふうに思います。まあ、ですけども、安くしたいからといって S にしたら、ま、ご覧の通りですね、全然越しちゃうので、ま、僕の使い方であれば、シンプル M の方でちょうどいいかなという感じかなと思います。で、ちょっとね、画面を下に下がっていただいて、ま、ここのオプションサービス料のところなんですけども、ここのデータ増量オプションということで、500円とマイナス500円というのがかかってて、ま、おそらく僕まだね、1年間のデータ増量オプションが引き継がれたような 状態かなと思うので全然これについては忘れてましたであともう一つこれですね情報量エンジョイパックエンジョイパック無料特典500円とマイナス -500 円ということでこれ実はですね初めてエンジョイパックに入ったんですよまあ理由は至ってシンプルで先月ですね超ペイペイ祭りっていうペイペイがかなり大きなキャンペーンをやってたのでヤフーショッピングで還元率をアップするために初めてエンジョイパックに加入しましたですけどもすでに解約済みでございます1ヶ月無料ということだったんですけどもまた解約忘れちゃいそうな気がしたので取り とりあえずね、使って解約をすでに行っております。 ま、これでヤフーショッピングの分が還元されなかったらちょっと悲しいんですけどね。で、最後のユニバーサルサービス料としての3円ということで、僕の3月分の確定分として2126円ということですね。いや、ほんとね、これ冷静に考えて、ま、使い方にはよると思うんですけども、僕の通信環境をちょっと前ぐらいから知ってる人がいらっしゃればわかると思うんですけども、もともとソフトバンクをずっと使ってて長年ですね。どんぐらいかな ?6、7年ぐらい多分使ってた気がするんですけども、そこからこのね、1万円近く払ってたお金が、 今ではもう2126円まで下げたっていうね、個人的にはかなり回帰かなと思います。もちろんね、他の方法で安くなる方法はたくさんあると思うんですけども、僕的にはもうこれで十分すぎるかなというふうに安くなってるかなと思います。 ちなみにですね、この3月も含めてなんですけども、とりあえず、この1ヶ月間どんな使い方をしたのかというところなんですが、とりあえず、Twitter とか音楽のストリーミングサービス、Spotify ですね、サブスクリプションであるんですけども、そういったものであったりとか、あとニュースとかネットサーフィンに関しては、基本的にはワイ v バ v の回線を使って利用してました。まあ電波自体はね、ソフトバンクと同じ回線を使ってるらしいので、特にね、そこら辺は問題なく快適に使うこともできまして、まあ、ここら辺に関してはそんなにね、データ通信容量を使うとこはないかなと思います。で あとね、YouTube とか Amazon プライムとかの動画コンテンツを利用するときに関しては、基本的には自宅にいることが多いので、Wi-Fi を使ったりとか、あとは楽天モバイルのテザリングを使って、まあ、出先で使うことがたまーにあるかなっていうレベルでしたね。で、ここにはちょっと載せてないんですけども、電話をするときに関しては、楽天モバイルの楽天リンクっていうアプリがあるので、それを使って何かしら問い合わせるときだったりとか、まあ、残念ながら僕は電話する友達がいないので、電話を使うことがないっていうのもあるんですけども、そういったね、通話をするときに、 は楽天モバイルを使うっていう感じですあとはもう LINE 通話とかもうそこら辺ぐらいですかねそういった時は全然ワインバイルの回線で十分ですかねでまあ結果的に言うとデータ通信量も増えて月額の料金も安くなったとなので今回はもう本当にね新料金プランに変更して良かったっていうのが僕の結論となります 本当ね、ここまで快適に使えた状態で、こんなに安くなると思ってなかったので、本当早々と変えてよかったかなというふうに思います。ですけども、一つこれ言えるのは、これは僕、ゆずひこの場合は安くなったっていう感じなので、おそらく僕と違う環境とか違う使い方をしたりすると、もちろんね、料金が変わったりとか、お得じゃないっていう場合もあるかもしれないので、これに関してはしっかりとご自身で調べた上で、その料金合ってるのか、 料金プランを変更ししたたた方がいいいのかとかととそういったところは検討した上で、料金プランののの変更もも検討してみるのもいいいいかなという,ふうに思いますで最後になんですけども、ワイムバイルの契約を検討されている方いらっしゃいましたら、これはオンライン上で契約を検討されている方ですね。その際はぜひですね、もうこれはいつも言ってるんですけども、ポイントサイト経由が本当にお得です。で、その際に利用するポイントサイトはこちらのモッピーというポイントサイトなんですけども、どんな風にお得なのかって言いますと、このポイントサイトモッピーからですね、右上の無心メガネのマークをタップします。そうすると検索 のののババーが出ててくるのでででででここで入入力力項目カカタカナでいいので、y、モバイルと入力して検索をかけますそしたらですね、Y モバイルの検索結果一覧が出てくるので、こ,この Y モバイルをタップしてください。そしたらですね、Y モバイルオンラインストアと出てきます。で、ここら辺見ていただいたらわかるように、獲得ポイント数が3000ポイントと出てるんですけども、これはもう3000相当とほぼ同じになるので、現金にもすることもできますし、D ポイントとかポンタポイントとか、あとは最近 PayPay にもできるようになったので、まあ、そういった方法で、 で、このモッピーを経由することで、これぐらいのポイントがもらうことができます。これはね、月によって変動することもありますので、下がったりとか。 上がったりしてる時もあるので、ここら辺に関しては注意してください。で、このポイント獲得の条件として、まあご覧のような条件がありますので、しっかりと、しっかりもここら辺の注意書きとか獲得条件も読んでおいてください。で、もしですね、モッピーを経由する場合は、このポイントゲットという項目をですね、タップすると、ご覧のようなワイモバイルのいつも通りのオンラインストアの画面に切り替わるので、なので、直接ワンモバイルのオンラインサイトに行くよりかは、こういったポイントサイトを経由することで、ダブルでお得になることもあったりするので、 ここら辺はね、ぜひオンラインで契約をされている方は活用していただければなと思います。まあそんなこんなで今回は僕が Y モバイルの新料金プランに変えて1ヶ月使ってみた結果はということで簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ先ほどもね、ちょっとお伝えしたように僕もともとソフトバンクをちょっと使っててほんと1万円近く料金を払ってた中での Y モバイルに変えて結構料金が下がったっていうのはあったんですがまたそれがさらにね、安くなったということになるのでまあここ最近はね、本当 携帯料金プランの争いは激しい中ではあるんですが、僕はとりあえずまだね、ワインワイルを使っていこうかなというふうに思っております。で、先ほどお伝えしたね、ポイントサイト、モッピーの登録、まだの方いらっしゃいましたら、概要欄にリンク貼っておきますんで、こちらも詳細気になる方チェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。